やはったです。今日なんですけれども、最近私が見ているドラマ、天狗寺を紹介していきたいなって思ってます。今日この動画は、えー、主に天狗寺のストーリーとか、裏情報とか、主演の二人の情報とか、えー、ちょっと紹介していきたいなって思ってます。じゃあ早速今日のテーマに参りましょう。まずこのドラマのストーリーなんですね。えー、実はヒロイン、学生さんなんですね。 でもね、学費とか生活費用を稼ぐために、とあるまだ正式的にリリースしてないゲームのこういうテストの仕事に、まあ、参加してた。彼女の意識がもうゲームの世界に入り込んでそこでいろいろ生活するとか、とあるミッションを達成しないとこのゲームから抜け出せないっていう感じですね。ゲームの中、ヒロインの名前がリアマー。 田舎の小娘ですね。で、いろんなもう立ち悪い親戚たちと <laughs> 戦ってるっていうドラマなんですね。で、ドラマの中の男の主演の名前がしゃんの、で、理由があって彼はヒロインの実家に、えー、住むことになってますね。で、二人一緒にいる時間も多いし、まあ親戚たちと都合戦をやりながら、ヒロインと主人公もね、こういうラブの展開になってますね。 今からちょっと豆知識のコーナーに参りたいと思ってます。例えば、英楽っていうタイプのドラマはですね、中国では、えー、ゴンと呼んでます。こういうドラマはね、皇帝のこういう高級方宮で、まあ、なんか女子たちが色々戦ってるっていうか、その陰謀を巡らす、こういうタイプのドラマは、公ンドで、えー、高級ではなくて、例えばその、 金持ち系とか、そういう官僚系の、こういう女子たちが、うん、いろいろ焼き餅とか、陰謀を巡らすっていうドラマはね、茶道獣と言います。今回、このドラマ、田舎で他の人といろいろ戦うとか、陰謀を巡らすタイプのドラマはね、 重田劇重田の意味は農作業をする。で、重田劇は、まあ、決して最初から最後までずっと農作業をやってるわけではないんですね。ちゃんと、まあ、いろんな悪い人と頭脳戦で戦ってるとか、そういうシーンもちゃんとありますね。で、今回このドラマ、今、 もうすぐ放送し終わるんですね。で、このドラマに関しての評価はですね、一部の人はね、あ何話か見てて、もう途中で諦めてた。それがですね、やっぱり広いの、こういう親戚たちめちゃくちゃ悪い人で、まあ見ててこっちが腹立つんですよ。こういう人もいるんですね。だから見るのをやめました。 でもね、私今、10話まで見てるのかな。私は、やっぱりヒロインの親戚たち、まあ、おばあちゃんとか、おじいちゃんとか、おばさんとか、おじさんたち、マジで悪い人ばっかりなんですね。もう、ほんまに腹立つ人ばっかりなんですけれども、でも、そこが面白いんですよ。しかも、見ててめちゃくちゃ腹立ちまして、それがですね、俳優さんたち、ちゃんと演技上手いから、こういう効果が出たのじゃないかな。 って私は思うんですね。マジでこのドラマの中みんな演技いいですよ。 特におばあちゃんのその女優さん、マジですごくいいって私は思いますね。おばあちゃんのその演技、素晴らしいって私は思いますね。めちゃくちゃ憎たらしいし、あと可哀想やし、悲劇的な人物って私は思いますね。おばあちゃんは。で、最初ドラマを見てた時、おじいちゃんなんかいいやつかもしれないって思ってて、でもね、見ることにつれてやっぱりおじいちゃんもね、悪い人なんですよ。 他の人が何か悪いことをやってた時、おじいちゃんはね、お前よせよとか言わなかったんですよ。おじいちゃんは黙認したんですよ。うん。おじいちゃんもね、悪い人なんですよ。あとこのドラマもうすぐ放送し終わるんですね。多分今日かなで、一部の人がですね、ドラマの前半ストーリーは面白かったんですよ。でも後半になってから、ちょっと、そのキャラが、 崩壊してて、まあ、前半ほど面白くないって言ってる人もいるんですけれども、私まだ前半見てますから、後半どうなってるのかわかんないですね。まあ、でも、今私が見てるところ、マジで自分はね、面白いと思ってます。ウィン・ジュー見終わってから、まあ、ウィン・ジューこのドラマ最後の2話のストーリーはね、まあ、個人的にはね、 あ、いまいち、最後の2話ね、ストーリーいまいちなんやねんけど、まあ、見終わってから、ちょっとね、こういう、ウィンユロスの状態 <laughs> が続いてるんですよ。で、やっと、この、天元人見てて、え、このドラマ面白い。ちょっとハマってますね、今は。で、このドラマの中、もちろん主人公もめちゃくちゃいい男なんですけれども、レマール、ヒロインの、ちっちゃい頃からの幼馴染みの人、ワンヨーン彼もなかなかいい人だなって思ってますね。 腕のいいお医者さんやし、えー、顔もいいし、ちゃんとヒロインのことを思ってあげてるし、彼も恋人としてたらいい人ではないかなって私は思いますね。で、ドラマの中にヒロインのいとこのお姉ちゃんはね、マジでこの女やばいんですよ。悪女なんですよ。でも彼女マジで運良かったんですよ。 あんなに悪い女なのに、いいところの坊ちゃんの嫁さんになって、しかもその坊ちゃん、まあ、顔もいいし、ちゃんと彼女のことを愛してて、で見てて余計に腹が立つんですよ。なんでこんな悪女うん、こんなに良かったのよ。腹立つ <laughs>。あ、そうだ。ちなみに、この天元寺中には、やっぱり農作業のシーンもありますね。しかも、えー、ヒロインの、こういう身分は、田舎の 小娘ですね。だからドラマを撮影しているとき、みんなそんなにメイクしてなかったんですよ。全部薄いメイクなんですよ。で、そこで改めてヒロインのその女優さん、マジでめちゃくちゃ綺麗だなーって。あ、もう一つの裏情報がですね、このドラマ、まあ、その、とある村で撮影したんですね。ドラマの中に村人もこう出番はありますね。その裏人たち、まさか、本物の田舎の人なんですね。 だからその人たち最初カメラに向かって演技するときちょっとなんか慣れてない感じででも慣れてきたらもうナチュラルに演技できてますね元々田舎の人で田舎の人を演じるっていうのはねそんなに難しいことではないんですね今から 主演の二人を紹介していきたいなって思ってます。今回主演の二人、まあ私好きな俳優さんたちですね。まずヒロイン、えー。彼女の名前が天使ウェイ。ドラマの中ではレーマーを演じてますね。天使ウェイは2018年デビューしてて、で、2020年、如此可 u 的我 u っていうドラマのヒロインをやってて、そこでちょっとだけ人気が出るようになってましたね。 私もね、そのドラマを見て彼女のことをしたんですよ。当時そのドラマを見たとき、いやー、このヒロインめっちゃくちゃ可愛い。本当にね、彼女の顔私めっちゃ好きなんですよ。もし生まれ変わったらその顔になったらいいなーとか、マジで <laughs> その顔好きなんですね。だから昔彼女まだ人気出てなかったとき、私ずっと残念に思ってるんですよ。こんな可愛い、こんな綺麗の彼女、なんで人気にならないの早く 人気になってほしいなーって、昔からずっと思ってて。まあでもね、徐々には人気は出るようになってますよ。で、去年、2022年11月の時、彼女とバイジンティンが主演するドラマ、チン,チン日常リっていうドラマ、もうバズったんですね。このドラマ、当時人気。 すごかったんですよ。で、彼女はこのドラマで、まあ、バズりました。でもね、彼女はちょっといくつかの黒歴史はありますよ。まず、彼女の顔は絶対可愛い系。まあ、可愛い綺麗系かな。だからみんな勝手にこういうイメージがつきますよ。顔が可愛いで、その性格も多分、 うん、女の子っぽいっていうか、優しい、可愛い性格の人ではないかなって、勝手にこういうイメージが、まあ、つきやすいんですね。でも、彼女の性格はですね、実は、そういう性格ではないんですよ。割と何かあったら、まあ、すぐ言っちゃうタイプ。なんかね。 戦うタイプなんですよ。例えば、昔、まだそんなに人気ではなかった時の彼女がですね。私、昔動画でもね、紹介したことありますね。肖ンはとある R7 事件がありまして、まあ、この動画の中で紹介しました。この事件の時、もうほぼ全ネットの世界で全員、 まあ、小ちゃんのファン以外、全員小ちゃんを叩いたんですね。まあ、小ちゃんのファンといろいろ喧嘩したんですね。その時。天使シウェイは小ちのファンなんですよ。そまあ、少なくとも当時はね、小ちゃんのファンだったんですね。で、その時、彼女もうすでに芸能界にデビューしたんですよ。それでも、彼女はね、すごいのよ。ウェイボー中国版 X で小ちゃんを安置した人と喧嘩したんですよ。で、あとこういう噂もありますね。 なんか彼女を学生時代、高校生の時かな他の人をいじめたことありますよとか、昔はね、こういう噂出たんですよ。でもね、彼女は説明しました。いや、それはまず向こうから喧嘩打ってきたから、で、こっちが返しただけって、まあ、昔彼女はこう説明しましたね。だから、まあ <laughs>、これらの、 こういうことを聞いて、彼女絶対優しい性格ではないんですね。まあでも別に性格にはね、まあいい性格とか悪い性格とかそういうもんないからね。やっぱり私は彼女の顔が好き。<laughs> あ、あと彼女の顔見て多分身長そんなに高くないって思ってる人いるかもしれないんですが、実は彼女結構高身長なんですよ。 あと彼女最近もう一つのドラマも放送し終わったばっかりなんですね。そのドラマが、花椒喜事っていうドラマなんですけれども、実はこのドラマ、割とね、批判する人が多いんですよ。このドラマは、もう、えー、多分、十何年前のとあるドラマ、上奏花椒嫁对狼の新しいバージョンなんですね。昔、 シャンソー・ジャー・ャラン。私、ちっちゃい頃、このドラマを見たんですね。ストーリーも良かったし、その俳優さんたち、みんな全部そのキャラに合ってて、演技も良かったんですね。で、今回、もう一回撮り直した、このバージョンの花ワジャー・はね、天使ウェイ以外の人、みんなのなんか顔面偏差値、いまいちだったんですね。そこはね、みんな、まあ、攻撃したし、とりあえず評判の悪いドラマだったんですね。 あと、最近、天使維とワンフーディが主演するドラマ、大フォン大根人は撮影中なんですね。この二人、全部私好きな俳優さんなんですよ。ワンフーディも私めちゃくちゃ好きな俳優さんで、だからこのドラマ期待してますね。えしかも、こう撮影現場で、天使維がね、ワンフーディをお姫様抱っこしたんですよ。まあでも、うまくできなかったんで、二人とも倒れてたんですけれども。 ケンシベイ、痩せてるんですけれども、実は彼女めちゃくちゃ食えるんですよ。彼女と共演したこういう俳優さんたち、もう全員言ってます。めちゃくちゃ食べる。でも太らないんですよ。はぁ、あ、羨ましすぎます。 続いて主人公の俳優さん、ツンシュン氏を紹介していきたいなって思ってます。まあでも、まずその前に言いたいのは、今回この二人の俳優さん、名前マジで複雑すぎなんじゃないツンシュン氏はこういう書き方で、テンシはこういう書き方。<laughs> 複雑すぎ。ツンシュン氏はですね、2014年、この男子アイドルグループに参加してて、えー、そこでデビューしましたね。 で、その次、2015年の10月、彼はこのグループから抜けたんですね。デビューするのは結構早かったんですね。でも、私が彼のことを知るようになったのは多分、ここの2年ぐらいかもしれないんですね。まあ、今年夏休みの時、 彼が出てるドラマ、リン・ホールを大ブレイクしたドラマですね。彼もそのドラマで人気上がったんですね。私が彼のことを初めて知ったのは2022年、去年なんですね。えー、彼が主演のドラマ。 このドラマなんですね。私も実は昔このドラマを紹介した動画出してたことありますね。この動画です。リンクは概要欄の方に貼ってあります。去年このドラマ見てて、で、彼のことちょっと好きになってたんですね。玄関寺実は撮影した当初、ちょうど二人ともまだ <laughs> バズってなかった時期なんですね。まあ撮影し終わって、その後、リアン・ァアラを放送してて、で、チン・チン・リュを放送してて、二人ともバズりました。この二人マジで目。 大きいんですよ。えー、全瞬詩はね、大圓彩っていうあだ名あります。今からちょっとネット用語コーナーに参りたいと思ってます。この単語、わ」ありますね。普通の意味は、うん、売りかなこういう意味なんですね。スイカとかのことなんですね。えー、で、ネット用語として使われているとき、意味はゴシップなんですよ。 で、今から、曾ン氏に関してのエピソードを紹介していきたいなって思ってます。えー、ズン氏は、ヤンチャユーと仲がいいんですね。ヤンチャユーは、まあ、昔、アイドルだったし、今、女優さんをやってますね。二人一緒に共演したことありますね。で、ある日、ヤンチャユーはね、自分は、とある大和がありますよ。欲しい人いますか欲しい人やったら、え、200円で、 曾順氏はね、彼女に200円送金したんですよ。で、何日後、曾順氏のお家に <laughs>、楊超チャがね、とあるスイカを送ってきたんですよ。曾順氏もともと思ったのは、このタワは、まあ、ビッグニュース、ビッグゴシップニュースって思ってて、まさか本物のスイカとは思わんかったんですね。しかも、曾順氏実はスイカ食べない人なんですね。 で、昔彼に関して、こういう噂もありますね。彼は、その、まあ、パパ活みたいな、ママ活かな。こういう単語ありますかね。ママ活をやってる。 っていう噂昔出たんですよ。でも最後、彼実は超金持ちの2世ってことはね。まあ世間がそれを知ってもちろんこういうままかつ彼絶対やってないんですね。あと彼に関してもう一つの噂がありますね。それが彼がゲイっていう噂もありますね。これに関して本当かどうかわかんないですけれども、まあでも別にゲイであるかどうかそれはどうでもいいんですね。 あと彼はちょっとフェミリストかもしれないんですね。女性を尊重してるし、礼儀正しいし、いい青年ですね。今後彼がね、ますます人気になってほしいなーって思ってます。はい。今日の天狗寺に関しての紹介は以上になります、えー。ご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回でね。バイバーイ。